興味かタバコを吸うな吸うな。はい、ということでね、今回の企画はですね、 YouTube 史上一番おもんないおもろいかおもんないか俺らしで、企画内容としては一番おもんないオッケー、これ貼ったらアクションアクションアクションなもん、何でもいいな、どうなってんねんお前ら鼻弱すぎやお前らが鼻に詰めてるもんってティッシュやな、うん、ティッシュの歌知ってる、歌ってくれたらすぐ思い出せるかもしれへんわ、あの後半乗ってきてもらっていい、あ、わかった、任して行くで、うん、涙拭くならティッシュ、ダメさ普通のティッシュ、4枚がさね使う弦をね、はい、高橋くんにね、はい、ビエンマンさん、ビエンマンさん行ってこい、ビエン二郎って呼んでくる、ビエン二郎、ビエン二郎、はい、というわけでね、紹介にもありましたビエン二郎です。ほんまにラッドインプスのファンに叩かれんな、そろそろ、そうやな、叩いたらお前らをグーで叩く、君の前前前世から僕は。というわけでね、今回使っていく弦の方なんですけど、こちらになります。ドン、あれ、これ普通の弦じゃないのって思ったでしょ皆さん、これなんとね、悪魔の角でできてる、高級な芝生を食べて育った牛、あれ美味しいじゃないですか、うん、ということはメタルをしっかり聞き込んだ悪魔の角でできた剣、これね、来る予感がしませんか皆さんそうなんですよ、いきますよ皆さん、せーの、メタルが弾けるんですね、帰ってこい小僧メタルが弾けるということです。アコースティックの弦をアコースティックに貼ったって、うん、それはただの弦かやん、アコギの弦をアコースティックに貼ったところで貼る動画をはいどうもー言ってアコースティックですー言ってだから今回はちょっとひねってね、ちょっとねほんのちょっとやな、ほんのちょっとひねります。タイトルコール行く、タイトルコール行くか、アコースティックの弦をエレキギターに貼ってみた、クソみたいなタイトルやな、おじゃ、タイトルコール行くじゃーん、はーい、そうそうそうよ、チャンネルお前がやってるよ、そう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 、せーの、ファッキルクッキー、はい、ということでね、今からアコギの弦を張っていくと、今回はアコギの弦をエレキに張ったらアコギの音が鳴るのかっていう検証やな、そういうことです、多分この動画を開いた8割の人はもう動画消してるかもしれんけど残りの2割に言います、うん、これは検証動画です、わいわ西の高校生探偵服部平次や、フィン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 、ふぅ、行くぜ、はい、ということでね、晴れましたね、モザイクかける必要すらないな、そうなんよ、あ、でもアコギの音じゃないな、これ今言うのやめろってそんな当たり前やろ、だって空洞開いてへんし、聞くじゃないし、そんなも鉄の音にな、鉄聞いたらもうそんなあるわね、せーの、完成、まあ一応紹介してくる、紹介いるかこれというわけでね、弦が張れましたのでちょっと紹介しておこうかな、だけでヘッドがこんな感じです、いい感じっすよね、いつもより、はい、というわけで、はい、え、フレットこんな感じです、でボディがこんな感じです、はい、いい感じです、何しに行ってよお前こんなんもうだって、はいどうも、今日はね、うん、エレキギターにアコギの弦を張っておりますから初めてよかったな、いいわけないやん、そんなんぬるいな、30秒で終わってまうわ、うん、まあでも30秒で終わるのもありかな、30秒で支度しな、誰やねん、トスアタックアタックやろ、うん、絶対せん、なんかポジショニングがもうすでにアタックアタックよいしょー、チューニング何にすんの、チューニング、うん、あ、じゃあ終わった、よし、じゃあね、久々に俺の相棒の名前をな、シンプルにいくわ、今日は言いますわ、はい、みんな大好きケンパー
適当に終わらせようとしてる。君の前前前世から僕は初めにあったやろ、伝わったやろ。そんなんでここのリスナーが満足すると思ってるわけ。クーパー、君の前前前世から。じゃあ早速音出してもらおうか。アコギの音が出るのかエレキの音が出るのか、どっちだったい、どっちなんだ。お前ジョニーを吐き切れるやろ、知ってる。そうだね、そうだね、そうだね。アコギの音っていうのは一緒やん。次回にご期待。